マキノ・シゲルは、香川県高松市出身の元プロ野球選手、コーチ、解説者、評論家。高松で、博来洋服店、三河屋を営む父、ユタカ八郎、母、タミ子の間に生まれた。父は、根っからの野球好きであり、高松商業学校 OB で野球部講演会長を務めていた。マキノが生まれた当時、高松市は、高校野球の名門として、 すでに全国にその名を知られており、生まれたばかりの牧野を当時高松省の三類主で、後に巨人へ入団した水原茂が怪したとも言われる。自身も高松省に進学したが、高松空襲で実家が全焼したため、愛知県へ疎開。愛知商業に編入し、戦後初の全国大会となった1946年の第28回全国。 中東学校優勝野球大会に出場。卒業後の1947年に、明治大学へ進学し、東京6大学リーグ通算73試合出場、242打数50安打、打率、207、15打点、0本塁打を記録。明大の先輩である、天地俊一監督の誘いで、大学卒業後の1951年に、中日ドラゴンズへ入団。 168センチメートルの小柄な体ながら華麗な守備を見せる遊撃手として活躍し、1954年のリーグ初優勝と初の日本一に大きく貢献。終身打率217という目立った働きもないまま、1959年限りで現役を引退。引退後は1960年に中日のコーチとなるが、開幕戦直前の練習中、 対戦相手である、太陽ベンチのイオ、いよ、牧野のり平。というヤジに腹を立て脅かすつもりで手を離した、ノックバットが、ダグアウトにいた、先発予定の秋山登るの額を直撃し、病院送りにするという大惨事を引き起こしている。また、太陽はエースを書いたこともあり、開幕6連敗しその7戦目に対戦したが、試合前に脅迫状も届いている。明大の先輩である、 杉下茂監督が辞任したことを受けて同年退団。退団後は1961年からデイリースポーツ評論家として記事を執筆していたが、絶望するく巨人の長所短所を批評する彼の書いた新聞記事を見た当時の巨人監督、川上哲次がその内容に感銘を受け、コーチとして迎えることを決意。同年シーズン途中の7月25日に、 巨人の一軍コーチとして入団したが、当時、自球団出身者以外のものをコーチとして、昇平したのは、巨人ではもちろん、打球団においても例がなかった。川上はドジャースで実践され、成功を収めた、組織野球戦術、ドジャース戦法チームに根ざすことを考えていた。牧野の執筆した記事を読んだ川上はその野球理論に、惚れ、ドジャース戦法導入のキーマンと考え、 コーチとして入団させた。それまで特別練習と呼んでいた練習をより強い意味にしようという思いから特別訓練略して特訓という言葉を生み出した。これがマスコミによって懸念され現在では誰もが当たり前に使う言葉として定着した。この年の巨人のキャンプはドジャースがスプリングトレーニングを当時実施していたフロリダ州ベロビーチで行われた。マキノは チームの帰国後もアメリカに残り、ドジャース戦法をはじめとした、組織野球戦法の研究に努めた。ボロボロになるまで、ドジャースの戦法を読みふけり、その内容をすっかり丸暗記してしまった。1963年春には、ベロビーチでその著者であるあるキャンパニスから直接指導を受け、守備練習こそが勝利への直通路だと結論づけた。 そしてその成果は1965年から1973年までの9連覇という形で現れる。V9 になった1973年には作戦コーチとして活躍し、川上自ら、牧野がいなかったら、V9 は達成できなかっただろうと語ったことがあるほど、川上巨人の名参謀として、川上の絶対的な信頼を得た。川上は後に、知ってるつもり。 で、マキノが取り上げられた際にも、もしマキノがいなかったら、巨人の v q は達成できていなかっただろうと話していた。三塁コーチスボックスにコーチが立って選手にサインを送る姿は現在では珍しくないが、それを最初に実践したのはマキノである。それまでは、チームの監督が立って、サインを直接選手に送っており、監督がコーチに作戦を指示し、それをコーチが、 ブロックサインで選手に送る方式は、V 級時代の巨人がパイオニアである。淡口賢治は、新人時代、ベンチの川上のサインを、コーチャーズボックスの牧野に伝達する役目を、担っていたという。その他にも、柴田勲のスイッチヒッターへの転向や、宮田幸則の成功による、ストッパー、セットアッパーの登場、怪我や病気による選手の二軍調整など、 現在のプロ野球の常識となった手法は v 級の巨人で最初に行われたものが多い。柴田が野手転校した際、ドジャースの一番打者、モーリー・ウィルスのような足の速い選手を探していた、牧野は柴田にその白羽の矢を立てた。柴田はその期待に応え、赤い手袋をトレードマークに v 級の一番打者、通るように成長していく。1968年には、 明大の後輩である高田茂が入団し、高田はあっという間にレギュラーポジションをつかむ。牧野はルーキー、高田の順調すぎるスタートに目を光らせ、6月の広島戦で左翼手の高田と遊劇手の黒江幸信がイージーフライを譲り合いエラーした際、川上と牧野は即座に高田に二軍行きを命じ、牧野は高田の二軍行きを見届けると密かに二軍コーチに、 連絡を取った。一軍で活躍した選手は二軍へ行くと数日間は、なぜか風邪をひいて練習を休むものであり、牧野は高田の様子を聞いたところ、コーチの答えは意外なものであった。高田は率先して練習に励んでいるといい、一週間後に一軍の控え選手の故障によって、高田は一軍に呼び戻される。後に、高田はあの時は、 はっきり言ってショックだった。でも後で考えるとあの短い二軍生活がいろいろなところでプラスになった。あの挫折がなければ天狗になっていたかもしれない。と振り返っており、その年、V4 を飾った日本シリーズで MVP に選ばれたのは打率385の高成績を残した高田であった。また、現在、日本のプロ野球において監督。 コーチの背番号が70番台以上が多くなっているが、牧野のコーチ就任当時、監督、コーチで、現役時代の背番号、あるいは比較的若い番号を着用するケースは、珍しくなかったが、昭和30年代後半から、支配下選手登録の増加などもあり、徐々に60番台から70番台など、大きい背番号を背負うケースが増えるようになっているが、牧野は、背番号、 72を最初に着用した人物とされる。牧野の退任後に72の背番号は2年間も秋番になっていたが、退団した柴田に代わり、1986年にチームに復帰した土井正蔵が72を着用。1989年にはヘッドコーチとして入閣した近藤昭人も72を着用、共に三塁コーチを担当していた。 1974年に川上の優退を受け、一度第一線を退いて、改めて野球の勉強をしてみたいと自身も同年11月20日に対談。その後は TBS、ヨーナイターエキサイトナイター解説者、産経スポーツ評論家として活躍し、理論的な解説は精神論中心の解説者が多かった中で異彩を、花地ファンの人気を集めた。 ムー一族が生放送の会にはミニコーナームー情報に出演し中継終了後も続く巨人戦の進捗を解説したこともあった1975年をオフに日本ハムから監督就任の打診を受けるがもう少し勉強したいという理由で拒否した長島茂雄が巨人の監督を解任され 王貞治が現役を引退した1980年10月21日に、藤田元次の監督就任が決定。藤田に壊れ、11月11日にヘッドコーチに就任。契約金は2年契約で5000万円と言われ、当時のコーチとしては破格の条件であった。1981年には、藤田監督、王女監督、牧野ヘッドコーチのトロイカ体制が、 見事に当たり、8年ぶりに日本一をダッシュ。同年のオールスター期間中には、診察を受け、膀胱癌であることが判明。それでも、今、入院すれば、チームに迷惑がかかると考えたマキノは手術は愚か、入院すらしなかった。シーズン終了後、マキノはようやく手術を受ける。当初は、契約通り1982年限りで、退任の予定であったが、 同年に巨人が中日とのデッドヒートの末に優勝を逃したことから、藤田たっての願いで契約を1年延長。しかし、病魔は、牧野の体を蝕んでおり、オフは体調を崩し入退院を繰り返す状態だったという。藤田は、後年、牧野を特集した下記の番組内のインタビューで、自分が牧野さんを殺したようなものだ、一度たりとも、 マキノさんを忘れたことがなかったと後悔するように、当時を振り返っている。また、ヘッドコーチ復帰後の1983年も、しばらくは三塁コーチスボックスに立っていたが、最後の日本シリーズでは柴田が務めていた。王が監督に就任したオフの11月9日、同年のリーグ優勝をおき見上げに巨人を退団。退団後の1984年5月には再び、手術を受けるが、 手遅れであった。牧野が病床にいて、すでに意識もなく、夫人が語りかけても、反応のない状態になった時に、見舞いに来た川上が病室に入って、牧野、と声をかけたところ、牧野は、はいと答えたという。12月2日、中央区築地の国立がんセンターで死去、56歳没。牧野は病床で亡くなる直前まで、巨人のことを考えていたらしく。 末、一番、松本、と話していたらしい。牧野の死から5年後の1989年の日本シリーズ第5戦で、それまでシリーズ無安打であった原辰則が満塁本塁打を打って、喜びのあまり三塁コーチの近藤と抱き合った時に、興奮した日本テレビの吉田天一郎アナウンサーは、今、三塁ベースを回って、牧野ヘッドと抱き合いと実況した。 1991年には野球殿堂入りを果たした。ありがとうございます。